てきました。パスタは入ってないけど、そうめんは塩分が入ってて、 IH まで沸かさずに、ケチャップは入れたまんまじゃダメで、店長こんにちは。こんにちは。そうめんが結構今の時期余っちゃって、うん、なんかアレンジレシピとかってありますか？ああ、まあ余るよね、うん、その不意に、まあありがたいけどお中元で送ってもらったりとかして、まあそうね、そうめんってこう湯がいてね、めんつゆでそうめんとして食べるしかないと思うんで、まあでもまあ考えてもらったら、これまあ麺なんで、イタリアンのまあ観点から言うと、まあパスタと一緒よね。一緒じゃない。一緒じゃない。あ、まあまあでもまあ麺だから、まあそのパスタとしてもこれは実際使えるんですよ。本当ですか？これ使える使える。パスタで、まあ日本人に昔から馴染みがある美味しいなと思うパスタ、なんか何個かあげてみて。まあ和風パスタ。和風パスタ。うん、ミートソース。ミートソース。ナポリタン。ナポリタン。そう。じゃあナポリタンでいこう今回。そうめんを使ったナポリタン。いや、マジっすか？美味しいナポリタン。ちょっと教えてくださいとは言ったけど、そう来ると思わなかった、うん、いやいや、全然十分美味しいナポリタン作れると思うんで、じゃあ実際今回教えるんで、騙されたと思ってやってみてください。そうめんあるからって言って湯がいて食べようとすると、まあ、夏暑いのにさらにお湯沸かして熱い思いして湯がくっていうのも多分みんな嫌だと思うので、パスタみたいにこうやって湯がかない。え、湯がかない？湯がきません。湯がきません。まあお店なんでお湯ちょっとこう普通に沸かしてますけど、お湯がね、だいたい85度から90度ぐらいのお湯がここにあります。これ家庭で言うと、あのケトルで沸かしたお湯の温度なんで。お湯をそのコンロとか、IH とかで沸かさずにケトルで沸かしたお湯をここに入れる、鍋に。でここに入れる。マジっすか？普通にもう入れちゃったんですか？そうそう。で1分、早っ。1分待ちます。はい。これで全然湯がける。でこれだと全然熱くない。確かに。だってここで火をつけてグツ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 するから熱くなるだけで、これ全然熱くない。ただ混ぜてもらいたい。1分の間に軽く、うん、軽くこう混ぜてもらいたい。でこれで1分置きます。店長神様っすね。いやいや、もう僕は神様です。湯がかないんですよ。湯がかない、神様や。だからもう魔法みたいな。ここでこうやってこうやって1分間こうやってしてると、神なのに。神なのに。あ、でも店長、うん、やっぱ湯がきた方が美味しいんじゃないんですか？いやいや、そんな神にそんなこと言うな。もう罰が当たる。そんなね、湯がかなくても大丈夫。この温度で1分経てば全然大丈夫。なんで？いや、その元々これで湯がいた後にナポリタンにするからまた炒めるってね。だからまた火が入るわけですよ。だから別に僕冗談で言ってるわけじゃなくて本当に大丈夫なんですよ。なるほど。でこれで一回お湯を切ります。衝撃的すぎて。そうそう、お湯を切って、で水に、そうめんってお水にさらすんで、こうやってお水にさらしてください。こうやって、はい、お水でこうやって普通に、こっちの方がいいかな、お水で流してこうやってさらしとってもらったらいい。なんかここまでなんか混乱してきた。いや大丈夫。これはナポリタン。そう、そうめん。これはそうめん。そうそう、今からはナポリタン。そうそうそう、今からナポリタン の, ソースを作っていきます。で大さじ1杯の、オリーブオイル入れて、はい、玉ねぎと、玉ねぎこれ4分の1個ね、はい、玉ねぎとソーセージを炒めます。これを、ね、でもナポリタンの動画は以前にもワンパンのパターンも出してるし、他のパターンも出してるんで、はい、みなさん実際撮ってもらってるんで覚えてると思うけど、うん、はい、作り方は基本的には一緒です、はい、なのでナポリタンはソーセージと玉ねぎを炒めます、はい、普通に、はい、
で同じように味付けは、ケチャップのみで今回もいきたいと思うんで、はい、まあ、そうめんじゃないバージョンが気になる人はそっちの動画もぜひ参考にして、見てもらったらいいなと思います、はいはい、でこのまま、まあ、中火で炒めていきます。まあ、炒めるのも約、まあ、2分ぐらいかな。このまま炒めていきたいと思います。はい、そうめんだって今実際に家にあったりする？あります、あります。あるよね。でもなんかやっぱめんつゆで食べるのもいいんですけど、一回で飽きちゃうというかまあね、めんつゆの味しかないしね。そうなんですよ。そう、でも多分ね、この動画を見てもらってるほとんどのご自宅の人は絶対そうめん余ってると思うんですよ、家に。でどうしようかな、あったかくなってきたしな、そろそろこう梅雨も終わって暑くなってきたな、あそうめんでも食べようかな、去年のそうめんみたいな。したらまた地獄のように今年の8月そうめんが届くで、まあ、他の使い方が分かればね、年中っていうか、真冬にねそうめん食べるのもちょっとちょっとおかしいんで、でももしナポリタンがこれで美味しくできるなら、全然これがそうめんの新しい食べ方になると思うんで、選択肢の一つになりますね。そう、パスタ麺がない時もあるし、自宅にね。確かに確かに。そう、でも ほとんどそうめんって探せば絶対自宅にあるはずなんで、それで代用してくれればいいかなと思います。で今これぐらい炒まってます、はい、これぐらいね。でそこにケチャップを、60g 入れます。で多分もう分かると思うけど、ケチャップは入れたまんまじゃダメで煮詰めないとダメ、はい、なのでこのまま煮詰めます。この状態だとケチャップってのは水っぽい状態なんで、こっから約、まあ、1分から1分半ぐらい煮詰めていきます。でそうするとケチャップの味がキュッとこう凝縮します。これはもう動画で何度もお届けしてるんで分かると思います、はい、でこの煮詰めてる間にニンニクを、小さじ1杯と、まあ、こうするとこうなんかこういう玉ねぎとソーセージにケチャップがこうなんかへばりつくじゃないけど、なんていうかケチャップソースっていうよりはケチャップの味のついた玉ねぎとソーセージになるみたいな。でこの辺がちょっと焦げてきて感じになる。これでこれで、これが正解です。正解覚えてき、正解、そう、正解をこうしっかりこう答え取ってもらって、焼き付けてください。焼き付けてもらって、はい、じゃあこうそうめんを入れます。いきますよ。入れます。すっごい光景。そう、そうめんで、そうめんはあんまり火を入れるとこびりついちゃうんで、もう消していいです。もうそうめん投入したら。そうめんってなんか水っぽくならないんですか？水っぽくならない。普通にちゃんとこう切っとけばね、でしかもそうめんってもともと麺にこう塩分が入ってるんで、パスタ麺と違って。そうめんに？そうめん自体。そうなんですか？そう、塩分が入ってるんで湯がくときとか塩分を足さなくていいんですよ。そう、パスタは入ってないけどそうめんは塩分が入ってるんで。初めて聞きました。初めて聞いた。あんまりみんな知らないでしょ、これ。それ何ですか？ Google に載ってるんですか？まあ、全然 Google 先生に載ってる。そうそう。いやでもそうめんの後ろちゃんと見て成分表みたいな書いてあ、書いてる。塩分が入ってるって書いてる。ちゃんと見てもらいたいと思います。でバターを最後で大さじ1杯入れます、はい、でぐるぐるぐると混ぜ、もうでもこれで完成です。すごい。そうめんナポリタン。ちょっと味の想像ができないんですけど。でも普通に一般的なナポリタンのソースの味に、そうめんが絡んでる、まあ、麺が絡んでるんで全然何の不思議もない。本当ですか？そう、なんかこうケチャップソースと、うん、こうそうめんがこうなんかライバルみたいにならないですか？ライバルにはならない。もともと仲いいんで。仲いいんですか？そうそうそう、もともと仲いい。ライバルにはならない。そうそうそう。ライバルって何？
そもそも口の中で喧嘩しないんですか。いやいや、そんなことはない。すごいこうちょうどいい塩分がこの麺の中に入ってて、わざわざ塩分、その塩水で湯がくパスタ麺よりも簡単にできる。全然これで美味しいナポリタンができますんでね。これ盛り付けていきます。これだったら簡単よ。いや、めっちゃ簡単でした。めっちゃ簡単。普通に盛り付けて、ほらもう見た目ナポリタン。カッペリーニっていうタイプの麺聞いたことある？初耳です。カッペリーニ、だから細いやん。冷製パスタとかに使う麺ってこれぐらい細いん、こういう。でそれと同じような細さの麺で作ったナポリタンっていうことなんで、今日はちょっと半熟卵を乗せてみたいと思います。で半熟卵、なんかこういうのに半熟卵乗ってると結構テンション、ね、そうですね、上がると思う。上がります、映えますしね。そうそうそう、こうやってをこう乗せる。なんかね、ちょっと特別感があって、うん、いいんじゃない。この半熟卵の作り方も別の動画でお伝えしてるんで、わずか6分で誰でもできる半熟卵お伝えしてるんで、そちらの動画も見ていただきたいなと思います。ということで今回の動画は、夏に余って困ったそうめんでできる絶品ナポリタンという動画をお届けしました。いかがだったでしょうか。本当にさっきミナちゃんが言ったように、そうめんってね、めんつゆで食べるしかないと思うんで、こういう食べ方してもらうといいかなと思います。というふうに、このチャンネルではプロの料理の技だったりちょっとしたコツをお伝えしてますので、チャンネル登録といいねボタン、またコメントいただけると幸いです。それでは今回の動画は以上になります。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。いただきます。本当にもうちょっと細めのナポリタンと変わんないんで、いただきますよ。うん、麺にね、ちょうどいい塩加減がついてるんで、これは新しいそうめんの形として、うん、2024年の夏、そうめんを使ったナポリタン、ぜひ羽ばたいてほしいなと思います。なんかよくわからんな。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。